シーレモンの18時でダバダダバダディディダバダディダ。今日も沢田研二さんについて語りたいと思います。今日はですね、沢田研二さんが1975年に主演したですね、悪魔のようなあいつというね、名作ドラマなわけなんですけども、ジュリーは、3億円事件をねモチーフにした、主人公の嘉門亮というね役どころで、演じていたわけなんですけどもね、ミステリアスなね主人公で非常にジュリーが好演したという、こちらのドラマなわけなんですけども、で、またこのドラマは各、1話ごとにですね、このダバダであやこへ行っていきたいなということも思っているんですけども、その前にですね、この1話の、ジュリーの、ラストあたりにですかね、この嘉門亮というのはバーの、専属歌手みたいな感じで、歌ってこう皆さんの、ステージみたいなところがあってですね、歌うという、その仕事をしているという、感じなんですけども、で、その嘉門亮がですね歌うわけなんですよ、あの名曲を、時の過ぎゆくままにをですね歌うわけなんですけども、その時の過ぎゆくままにがですねいつもとちょっと違うんですよ。キーがやたら高いんですよ。普通のオリジナルのキーはあなたはすっかりっていうこのぐらいのキーだと思うんですけども、この悪魔のようなあいつのバージョンはですねあなたはすっかり、出だしからめちゃ高いんですよ。でもう最後のサビのところになったらもう張り裂けんばかりのものすごいキーの高さになるんですけども、なんでこんなに高くしたのかななんて思ったりしたんですけど、多分インパクトがあるからなのかなという、ちょっとテンポも速いんですよ。で、普通のオリジナルのバージョンだとちょっとこのいったワンシーンの時の過ぎゆく周りだとちょっとこうなんていうのかな、インパクトが弱いという感じなんですかね、だからキーを高くしたのかなという感じもするんですけども、本当に謎でね。でもこのキーの高さはこれはこれでまた違うなんかバージョンみたいな感じで、でもやっぱりキーが変わると全然曲の雰囲気が変わりますよね。やっぱりこの時の過ぎゆくままにはオリジナルのキーの方が合ってるなっていう、なんか明るくなっちゃいますちょっとこうなんていうか、本当によくね、時の過ぎゆくままにの、こう皆さんが好きなコメントとかで、大敗的っていう言葉あるじゃないですか。なんか大敗さがちょっと若干明るくなっちゃうっていう、このね、悪魔のようなあいつのバージョンもぜひ聴いてみてください。以上、シギルモンの18時でダバダでした。ダバダ DD ダバダ D だ。当チャンネルシギルモン公式 YouTube ではレジェンド沢田研二さんのさまざまなコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。そして私シギルモンの公式 X では沢田研二さんの最新ニュースを日々配信しております。よろしければそちらの方もフォローよろしくお願いいたします。しぎれもんでした。